どうも、ハイチーです。今回はですね、バレンタインが近くなってきましたので、このホワイトチョコを使ったガトーショコラを作っていこうと思います。よかったら最後までお付き合いください。では、早速ね、まず材料からいこうと思います。で、材料はすごくシンプルで、卵が2つ、そしてこのね、ガーナのホワイトチョコが3枚。で、小麦粉ですね。一応今回こういうのを使ってますけど、小麦粉。この3つだけとなっております。では早速ね、作業を始めていく前にいくつか下準備があるので、ちょっとそれをやっていきます。で、まず後で氷水を使うので、まず氷水作っておきましょう。家にですね、まあ普通に製氷機、氷をね作ることができれば全然それで構わないんですが、うちはですね、ちょっと製氷機を使ってないので、例えばこういう保冷剤よくもらうんですけど、こういうのがあればそれを入れておいて、氷水、まあ冷えた水ですねを先に作っておきましょう。で、下準備2です。次は、後でこれを型を使って焼いていくんですね。今回は15センチ×15センチを使っていきます。で、クッキングシートを敷いて焼くんですけど、これを、ジャッってやって、バッってやると、ぐちゃぐちゃってなってしまうので、ちょっとめんどくさいんですけど、こうね、この幅に合わせて、まあ、15センチぐらいで、ハサミで切るっていう、これを2枚作ってください。まあ、こんな感じでね、キュッ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 やっていくと、割と、こうやってね、なるので、で、これを、まあ、バツを書くように、まず縦からいきましょうか。敷いていきます。よいしょ。まあ、こんな感じで敷くことができますので、先に下準備しておきましょう。で、下準備3ですね。今回小麦粉、まあ、薄力粉ですね、を使っていくんですが、ふるいにかけます。大さじ1をこう取ったら、乗せますと。ここにね、ふるいがあるんで。で、こうトン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 ってやります。はい、で、最後の下準備ですね。それがチョコを砕くっていう下準備です。はい、で、こんな感じで3枚入れ終わりました。これを素手でいくよ。こんな感じ。チックショーっつってね。日頃の鬱憤、でもちょっと角とか痛くなるんで、怪我しないように気をつけてください。で、ただ素手でやっちゃうとですね、結構この手の体温の方で溶けてしまうので、あれば、こういうね、こういうのを使って砕いていく。で、これはできる限り細かくいきましょう。ちょっと頑張る。はい、ということで、まあこのぐらいですね。もう少しやってもいいかなという気もするんですが、まあ細かく粉々にね、やってやりました。で、ちょっと時間かかるんですが、これを、まあゴムベラとかで、こういうね、ゴムのヘラで溶かしていく。だんだんね、熱が伝わって溶けますんで。で、ちょっと気をつけるのは、この中に、この中のお湯が間違って入んないように気をつけていきましょう。はい、では溶かして、まあ、こんな感じですね。結構隠れたダマとかも、ダマっていう塊もまたいたりするんですけど、それもここまでしっかりね、溶かしておいてください。では続いての工程ですね。ここは筋トレですね、筋トレ。で、さっきやった卵ありましたね。これを卵黄と卵白に分けていきます。で、卵白の方をボール、まあ、両方ボールだったらいいんですけど、卵白をボールの方に。で、卵黄を、ま、ちっちゃい皿とかでいいので、そっちに入れていきます。こうやって割って、卵白がガッて落ちるんで、卵黄を割らないように、こうね、まあ、他の、多分そういう専用のものもあると思うんですけど、こう殻を移動させながら、卵白を落として、いきましょう。はい、ではこうやってね、卵黄と卵白分かれましたので、さあ、やってきました。で、さっき氷水を作りましたね。そこに卵白を、ボールをね、入れると。で、泡立て器。これでメレンゲを作っていきます。いくぜ！ってことで、これね、結構かかります。ただ普通に自動の、電動のやつがあれば、それでやろう。で、はい、ということで、格闘すること約10分ぐらいかな。もう本当に電動にした方がいい。大体ですね、まあちょっと混ぜて、このちょっと立つぐらい、もうちょっとなるかもしれないんですけど、まあね、割と立ってるんで、これでいいかなと思います。では、混ぜていきましょう。で、まずさっき溶かしたチョコですね、ここに卵黄をまず入れていきます。で、卵黄を、まあさっきの2個分ですね、卵黄を入れると、ボトッとね。で、入れるとですね、ちょっと硬くなるらしいんですよ。あー、でも硬くなる、確かに。ちょっと重たくなりますね。こんな感じかな。で、少し滑らくなってきたら、ゴムベラでって書いてあった。ほんとだ。不思議だね。もうこんな感じですね。
ここに、さっきのメレンゲですねを一気に入れるんではなくて、まず3分の1ぐらい入れていくらしいんで、いきましょう。よいしょ。あ、ちょっと滑らかになってきたかな。メレンゲの効果かな、これは。はい、で、こうやって全体に色がね、混ざってきたら、次に、さっきの薄力粉の半分を、まず入れます。はい、こんな感じで混ぜ終わりました。そしたら、この最初に作った型に、今のね、作った液を流していきましょう。ちょっとここ隅をね、キュッとやって。じゃあ、いきますね。ここ失敗したら終わりだからね。まあ、かなりね、滑らかなので、真ん中からこう垂らしていけば勝手に広がっていくかなと思います。はい、では流し入れたのがこんな感じです。で、170度に、余熱でねしておいたオーブンに入れていきましょう。はい、ということで15分が経ちました。さあ、ちょっと一回中見てみましょう。あ、でもいい感じじゃない、色チーズケーキっぽいよ、色がね。で、ですね、まあ、端っこの方でいいんで刺してみます。シュッて刺して中について、あ、でも大丈夫だと思うな、これ。こんな感じ、ん、どこどここんな感じですね。これなんか色いっぱいついてくるようだったらまだ焼けてないんですけど、あ、大丈夫かと思います。よし、出しましょう。こういうね、あんの上に置いて、じゃしばらく置いておきます。あ、でも本当いい感じじゃない、ないかな。はい、では冷めたので早速ね外していこうかと思います。ちょっと焼きが足りなかったかもしんない。ちょっとね。よし、じゃあいきますか。じゃあまず、ちょ、これね、元タルトをね、作るようなので、下が外れるんで、こう外れちゃう、外せるんですけど。よし。で、映ってるかな。まあ、こんな感じで、ちょっとね、こう、なんだろう。生ショコラみたいな感じかな。あ、でもすっごい生っぽいな。生っぽいっていうか、火は通ってるんですけど、あ、でも結構多分あと5分とか焼けばもっと硬くなると思うんですけど、よいしょ。ちょ、一回断面を、あ、いいんじゃないかな、どうだろう、見えるかな、ほら、こんな感じ、綺麗ですよね。あ、でもいい感じかも。あとは食べてみてからのお楽しみですね。では切っていきます。はい、ということでガトーショコラの完成です。あの黒の方のチョコもね、一応作って、別の時に作って、少し焼きすぎちゃったんでね、硬くなっちゃったんですが、これでホワイトチョコと普通のチョコのガトーショコラでございます。はい、ということで、じゃあせっかくなんで食べてみようと思います。はあ、こっち不安ですけどね。で、いただきます。なんかね、あ、でもね、これ好み分かれるかも。うん、もっと焼いた方が好きかな、みんな。どうなんだろうな。自分は好きなんですよ、結構。こっちはかなり硬く焼いてるんで、なんだろう。俺のイメージのガトーショコラはこっちなんですよ。ただ、すごい半、なんだろう。ほんと、なんだろう。生ショコラみたいな感じなのかな。好きですけどね。これちょっとどうなんだろう、分かんないや。作って赤字、口に合わなかったらごめん。はい、ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。まぁ、ちょっと好みがね、分かれちゃう味かもしれないんですが、よかったら参考にしてみてください。バレンタインが、いいバレンタインになることを願っております。私はもらえないけどね。自分で作ったからね。じゃあ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。今、黒、どう？めっちゃめっちゃ美味しい。いただきます。どっちが好き？両方。こっち白か、うん、本当ありがとう。